フリゴーロを準備する三人のタスクサイ、ステハリを着用し、オラリと呼ばれる帯を肩から垂らしている。フリゴーロとは、キリスト教の礼拝に用いられるコーロ、聖教会でしばしば使われる。カトリック教会でも使われるが、使用頻度は減っている。聖教会でも字、場所によっては用いられることがある。聖教会ではコーロを、祈祷の際に用いる伝統を、旧約時代からの伝統として、大切にしており、 頻繁に航路が用いられる。航には入航が用いられる。抗議等においてのみならず、市議等においても航路を用いることが奨励されている。ただし市議等において用いられる航路は、不倫航路ではなく小さな置き航路である。航路から立ち上る、煙のように祈りが、天に届くことを祈願し記憶するという精神的な意味がある。金属製の鎖によって吊り下げられた金属製の航路である。 鈴が鎖につけられていることが多い。振りー炉が振られる際に発せられる鈴の音は、参道者に祈りを促すとともに、聖堂において、ロギが行われていることを、聖堂内の信徒に知らせる働きを持つ。聖教会では、パニヒダ、埋葬式、婚配機密、万刀、生体礼儀、その他の抗議等において、振りー炉を用いた、ロギが行われる。ロギを行うのは新品である。 タスクサイがいる場合には、タスクサイが最も頻繁に用いる。ロギは行う者の体に対して振りゴールが縦に振られて行われる。ロギには、イコンなどに対する崇敬と祈りの象徴的行為で、あると同時に、神による創造に由来する人間の中にある、神聖への敬意を象徴するという、精神的意味合いが込められている。そのためその対象となるのは、生体、不休体、宝座、 イコン、イコノスタシスなどといった、数形の対象にとどまらず、新品、図教者、英体などの奉仕者、そして三等者全員である。新品、三等者は、ロギが自らに向けて行われた場合、お辞儀をして、当礼を行い、謙遜の意を表す。日本ハリストス正教会でもフリゴーロという語は、用いられるが、祈祷書における、指示等においては単に、航路と称されている。 聖教会の講義等で用いられる航路は、振り航路であることが多いが、置き航路や手持ち航路も用いられており、祈祷所のこうした記載は、振り航路以外の航路を用いる場面も想定したものである。カトリック教会や聖公会にも振り航路を用いる伝統は存在し、かつては日常的に用いられていたが、他の種類の航路と合わせ、現在では使用頻度は下がっている。 正教会との違いとしては、航路を振る際に、縦ではなく、横に振ることが挙げられる。なぜこのような縦、横の相違が、東西教会の間に生じたのかについては、よくわかっていない。映画、バラの名前でも振りーロが登場するが、中世のカトリック教会の修道院を舞台に、設定したことから、当然、振りーロは横に振られている。一方、プロテスタントでは、 カトリック教会の典礼や聖教会の方針礼を取り入れたごく一部の教会のほかでは、フリゴールを含めた航路は用いられない。ボタフメールも参照。ありがとうございます。